どうしよう。どうして俺はラブホテルにいるんだ。やっぱり大きいベッドいいですね。二人だけの世界みたいで、このまま高橋さんを私のものにしていいですか。高橋さん、どこに行きますか。いつもお仕事頑張ってる高橋さんにリフレッシュしてもらうためのデートなんですから、何でも言ってください。ありがとうございます。七瀬さんはそう言ってくれるけど、仕事が溜まっててそれどころじゃない。最近いつにも増して忙しくて、その上新人の教育も任されたりして。高橋さん、何でも言ってくださいね。なんで俺ばっかり厄介事が降ってくるんだろう。随分とお疲れみたいですね。やっぱり会社潰さないとダメだな。ああ、すみません。何ですか？いえ、何でも。今日は仕事のことは忘れてゆっくりしましょうね。映画14時からですね。少し時間ありますけど、ポップコーンとか買いますか？14時といえば、月曜日の14時からの打ち合わせの資料、今夜中に作って送らないと。ここのコーヒーはオーガニックで美味しいんですよ。一緒にケーキも食べて、甘いものでリフレッシュしてください。オーガニックといえば、取引先の社長がオーガニックコーヒーしか飲まないから探しとけって言われたんだった。すみません、ここのコーヒー豆って買えますか。このソファすごく素敵ですね。ありがとうございます。こちらはフランス製で、職人が一つ一つ手作りしている。フランスといえば、今度の取引先はフランスに本社が。やっぱり会議室のソファもフランス製がいいのかな。これは一体いくら。100万円。高橋さん、今日はリフレッシュできましたか？なんだか仕事のことばっかり考えていたような気がします。そんなことないですよ。楽しかったです。こうやってゆっくりお酒も飲めて。そうですか。高級レストランでもよかったのに。焼き鳥も美味しいですけど。高級店って緊張するじゃないですか。俺はこういう普通の店結構好きです。そういう地に足ついてるところも好きですけど。ああ、すみません、ちょっと部長から。ああ、お疲れ様です。今ちょっと、そうですね。あ、例の取引先の件ですか？それは先方からそう言われて。すみません。あ、いや、多分そうかと。確実かと言われますと、なんともですが。はい、そうですね。それは家のパソコンで資料を見ないと。いや、今出先ですぐには。すいません、すぐにかけ直します。七瀬さん、ずいぶん忙しいみたいですね。すみません、帰って確認しないとわからないことがあって。ここラブホ？高橋さん、七瀬さん、近いです、待ってください。待てません。いいですか？ダメです。七瀬さん、なんでこんな急に。なんで？今日一日私より仕事のことばっかり気にしてましたよね。やってられないですよ。やっぱり大きいベッドいいですね。二人だけの世界みたいで、このまま高橋さんを私のものにしていいですか？まずは足かな。どこにも行けないよう足の腱も切って、喋れないように歯も抜いちゃいましょうか。七瀬さん。そしてどこかの地下室を買って、そのまま私と高橋さんでずーっと年取るまで一緒に過ごすんです。ずーっと。そうしたら高橋さんは仕事なんか忘れて私だけを見てくれますかね。まあ、ただの妄想なんですけどね。歯がなくなるなんてそんなのかわいそうだし。どう考えても本気だっただろう。久しぶりに七瀬さんを怖いと思った。ちなみにさっきの妄想って言いましたけど、半分以上本気ですから。会社いつ辞めますか？私の気持ち知ってますよね。結構待ってるんですけど、拒否するなら早くしてくださいね。そんなの許さないし、本当に拒否されたら何するかわかんないけど。七瀬さん、一体どうしたんですか？今日変じゃないですか？だって高橋さん、いつまで経っても OK してくれないんだもん。
我慢できなくて、なんだかんだ甘やかしてくれるし、期待もするじゃないですか。七瀬さん、その…七瀬さんって、いつも俺のためにいろいろしてくれますけど、会ったばかりの俺に、どうしてそこまで尽くしてくれるんですか？どうして俺のことが好きなんですか？俺は何もあげられないのに。実は昔に会ったことがあるんですけど、高橋さんはやっぱり覚えてないんですよね。昔っていつ？待て、全然思い出せない。俺と七瀬さんはマッチングアプリで出会ったけど、あれが初対面じゃないってことか？ああ、ショックだな。私だけが覚えてるって。私と高橋さん一緒の大学に通ってたのに。そんな情報もっと早く言ってください。思い出してほしかったんですもん。それにしたって、ああ、部長からだ。すいません、出てもいいですか？はい。もしもし。もしもしじゃねえよ、資料の確認どうなったんだよ。すいません、今出先でして、パソコンがなくて。知らねえよ、そんな。休みの日でもパソコン持って歩くのなんて常識だろ。大体お前が今持ってる電話は何なんだよ。スマホで資料くらいすぐに見られるだろ。あ、スマホからだとアクセス権限が。アクセス権限？知るかバカ。お前今から会社来い。すいません、すいません、今すぐ。あ、はい。どいつもこいつも空気読めよ。ほんと会社いらないな。どうするか考えないと。はい、はい、失礼します。すみません、部長に呼び出されてこれから会社に行くことになってしまって。私も用ができたので出かけます。あ、はい。お土産持って帰りますね。楽しみにしててください。ん？来てくれたんですね、葵さん。連絡無視しないでくださいよ。秘書の分際で連絡してくるのやめてくれない？仕方ないでしょ、帰ってこさせるようにとの社長のご命令なんですから。そういえばまだあの男にお熱なんですか？黙れ、どうでもいいわ。あいつと話したらすぐ帰るから。高橋さんは必ず手に入れる。お久しぶりです。例の会社の買収について話しに来ました。あれ、もしかしてまだ見えてます？七瀬さん、ちゃんとお礼言わなきゃダメですよ。チャンネル登録よろしくお願いします。